人類の皆様、おはようございます。こんにちは。そして、こんばんは。僕、トラえもんです。本日は、このリゼロインフィニティ。こちらについて、トラえもんしっかりけずめをつけようと動画を配信しています。以前、動画を配信してから、プレイをし続けた今、解説をしていきますとお伝えしましたが、さあ、どうするかというところで配信しています。結論から言いますと、このリゼロインフィニティ、トラえもんはちょっと今後継続はできないかなというところになります。まず良いところは、この通りビジュアルは最高なんです。3D で非常によく作り込まれています。キャラクターの再現度、そしてフルボイス、ファンの方にはたまらないのではないかと思います。もう一つ良いところ。細かいところまで隅々までしっかり手が込んで作り込まれているのは感動レベルのゲームになっています。粗さがありません。どの機能どのコンテンツも粗さがないですね。冒険など様々なコンテンツ、そしてこういったキャンペーン等もありますが、いずれにしてもこのリゼロインフィニティで魅力的な要素であるまさにビジュアルですとか BGM またエフェクトなど細かいところまでしっかり作り込まれています。その点は見ているだけでも楽しめるのではないかなというところです。そして最後は課金しなくても十分に遊べるというところが魅力的なところかなとは思います。まあスカウトは他のソーシャルゲームと同じような確率ではありますが、課金をしないと絶対に手に入らない、いわゆる天井という言葉がありますが、何百回しないと課金をし続けないといけないというほどのものではありませんし、育成システムについても基本的には課金をせずに入手をして手に入るアイテムで強化をしていくというところで、まあ課金をそこまでする要素が良い意味でないというところ。で RPG ですので、まあ一人でコツコツと楽しんでいくという分には課金をせずとも長く楽しめる要素が満載というところが非常に良心的かなとトラえもん的には感じます。一方でですね、まずトラえもん的には何とも魅力的に映らなかったのがこのバトルシーンなんです。まずですね、まあターン制コマンドバトル RPG とありますが、簡単に言えば普通のコマンドバトルなんです。まあこのようにいろいろとパッシブ効果ですとかさまざまなスキルを組み合わせてより強くやっていくという方法はあるにはあるんですけれども、いかんせん単調ですね。敵のキャラクターのバラエティもまず乏しいですし、このバトルも1ストーリーに1回発生していく、それをコツ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 やっていくというところで、トラえもんとしてはなかなかこのただポチポチ押す、要はハガレンですとかその他の RPG に比べてちょっとシステム的に単調だな、なんて言うんでしょう、トラえもんはそこまでリゼロの大ファンというわけではありませんので、やはりキャラクターの魅力だけでは足りないんです。そういった意味ではバトルシーンがバトルシステムですねが単調だなと飽きるなというところが一つ、トラえもん的にはなかなか継続しがたいなというところです。そしてこれがストーリーですね。ストーリーのシステムも非常に単調です。一つ一つ進めていく形になります。そして時にこのようにストーリーのムービーシーンが挟まれるのですが、これもですね、いわゆるイラストといいますか静止画でどんどん進んでいきますので、リゼロの世界を楽しみながらこうムービーを見ながら楽しんでいくというわけではないんですね。これもまた一つトラえもん的には淡々と進めていく、もっと言ってしまえばこれもうスキップしてもいいんじゃないかというぐらい あのストーリーの内容といいますか進み方という形になっています。そしてバトルシステム戻りますね。これがオートバトルになります。今トラえもんは強力に
キャラクターをそれぞれ育てているので問題はないんですが、これはですね、ストーリーが普通に進むにつれてオートバトルでは全然立ち行かないです。オートはいわゆる戦略的な思考がそこまで備わっていないので、オートで進めていくにはかなり無理があるんですね。なので手間もかかる。一方でバトルシーンは単調というところで、ファンの方なら世界観に浸れて楽しめるかもしれませんが、トラえもんとしてはストーリーが単調、バトルも単調、敵キャラのバラエティが乏しいといった点などなどを考えると、今後はちょっと継続する、プレイし続けるのは今回で打ち切りにしようと思ったところです。で、余談になりますが、これ調べてみるとですね、このリゼロインフィニティ、以前中国でローンチされてまして、サービス終了になっているんですよ。まあこれはいろいろな事情もあるかとは思いますが、まだ他のゲームに比べて差しになってから日本に上陸してるっていうケースはなかなか稀な部分もありますし、トラえもんとしてもこのゲームがリゼロファンならいいんです。リゼロファンであればキャラクターの魅力、ビジュアル含めて楽しめると思いますが、そこまでではない一つの RPG ソーシャルゲームとして考えた時に、なかなかこれを継続し続ける意欲、もしくはなんて言うでしょう、プレイをし続ける体力と言ってもいいでしょうか、というところは難しい、モチベーションを上げるのにかなり苦労するゲームだなという印象です。リゼロのストーリーをあくまでなぞって進めていくこの RPG になりますので、なんて言うんでしょう、このゲームをプレイする最終的な目的、そしてそこから得られる快感、快楽というものが、少し休憩しましょう、淡々とプレイをしていく感じという気がしてですね、まだ何時間もずっとプレイしているわけではありませんが、数時間プレイしただけでトラえもんとしては、このゲームはトラえもんとしてはですよ、爆死しましたというところになります。ですので以前解説をこれからしていきますとお伝えしましたが、リゼロインフィニティについてはこの回にて打ち切りとさせていただこうと思います。残念かな。一応再生リストも作ったのですが、その他の再生リストの方にこの動画はぶち込まれそうな気がします。ということで、前回の動画で今後解説をしますと、一度振り上げた拳、この拳をしっかり下ろすためにも、本日締めの動画として配信第2回目早々とはなりますが、これにて打ち切りとさせていただこうと思います。とはいえ、他の YouTube のチャンネルではこのリゼロインフィニティのコンテンツは視聴回数もなかなか多い方かと思いますし、セルラン、いわゆる無料ランキングゲームでは1位を取っていますので、もちろん人気であることは間違いありませんし、このゲーム自体を否定するつもりは全くありません。ただ個人的なトラえもんの感想としては、自分が今後プレイを継続する上で自分に対しておすすめできるかというと、なかなか足が重くなるといったところでございます。はい、この通りガチャでもレアアイテム、あ、間違えました、レアキャラクターをゲットはできたものの、これにて終了、リゼロリセットさせていただこうと思います。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。